コマは見れてたら、ちゃんとできてたらチャットで教えてください。ちょっと初めてなんで、ちょっとあんまよく分かってないんですけど、ありがとうございます。いや、女性ファンは多くないと思います。おそらく YouTube の視聴者層が見れるんですけど、9割5分ぐらい男性なんで、男性が多いと思ってます。なんか1万人今超えそうというか、今日の動画が結構見られたみたいで、今もうちょいで、今9980人ぐらいなので、もしかしたらこれやってる途中で1万人いくかもしれないので、楽しみです。すいません、今コメント見ます。年収すげえ聞かれるんですけど、ちょっと待ってください。なんか、そうですね、今日出した動画で、年収っていうかお金についてのコメントにやたらいいねがついてて、みんなすごい気になってんだなって。アリオの大手屋いますよね。いつですかね。地域リーガー、はい、地域リーガーです。スカイアースの印象は、去年の地域決勝の最後、もう僕ら2人、スカイアースもボンズも、もうリーグ突破の望みがほぼない状態で戦ったんですけど、月収やっぱ気になってますね。ボンズ市原です。北海道から見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイトサボりました。すいません。なんか、ありがとうございます。女性ファンもありがとうございます。試合のチケットとか日程決まったらお知らせします。ビタミン野菜美味しいですよね。あと20人ぐらいで1万人いくっぽいですね。女性より男性、いや、男性の方が多いと思ってます。普通に働いてもいるんですか？普通に働いてる人？ちょっとすいません。高校は部活です。専修大松戸っていう松戸の高校で。一押し YouTuber です。ありがとうございます。登録しました。ありがとうございます。岡山監督、復興試合で、ベガルタ仙台のちゃんと歌ってる動画、感動するので見てください。はい。今年、岡山さんが監督です。応援してます。ありがとうございます。サッカー話したいです。ぜひ、今からいろいろ話します。後ろのスパイク、後で見ます。行動パクってます。ありがとうございます。JFL 頑張っていきます。経歴もまたちょっと話しますね。なんか追いつ、ちょっと追いついてないんで、すいません、コメントが。岡山監督は、すごいまっすぐな人って感じですね。取り替え式入ってます。経歴話します、後で。見てもらってありがとうございます。目標とする選手。
最近好きなのは、ドルトムントの、なんか、すぐ3点取っちゃった選手、好きです。子供の小学校来てくれました、鹿児島。ああ、ありがとうございます。ちょっと追いついてないんですいません。やばい。混乱してますね。地域リーガーになる方法は、まあ、いくらでもあるんですけど、練習参加したり、セレクション受けたり、自分で連絡して、僕は、まあ、僕、県一部リーグからやったんですけど、はい。それが21歳の時です。いやー、鹿島との練習試合。鹿島強かったです。J からオファーだったんですか？ないです。わからん。料理は生でするのはちょっと難しいんですけど。すいません。ちょっと一番新しいとこまで進めるんで、もう一回コメントください。あ、海外から見てるよ。ありがとうございます。レナチーニョ懐かしい。はい。朝ランしてません。全然追いつかない。やばい。なんか嬉しいんですけど、すいません。好きな食べ物は焼肉です。点取るために意識していることは何ですか？ゴール前にいることです。地域リーグプロ契約の選手は、チームによってですけど、全然います。まあそう、お金の話ちょっとすると、サッカーと、今サッカーバイト、まああと YouTube やってるんですけど、一番多いのはサッカー、収入をもらってるのはサッカーですね。はい。金額はちょっとまだ待ってください。ポジションフォワードです。選抜。僕が卒業してから選抜強くなった感じなので、僕足元はそんな上手くないです。フィジカル系ですね。瞬発力上げて頑張ります。すいません。大戸屋からの案件まだですか？いや、欲しい。欲しいっていうか。池さんってイケメンだから池さんって言うんですか？違います。ファイナンシャルプランナー取りましょう。わかんないっす。大怪我はしたことないんですね。なんで YouTube 始めようと思ったんですか？いや、もう、時代の流れと、
自分の直感ですかね。やる方がメリットあるかなって思ってやりました。もう本当はこういう発信するのめっちゃ苦手なんで、最初に動画出すときは手が震えたんですが、最近はもうちょっとずつ慣れてきました。あ、1万人おめでとうって言ったっぽいっすね。何人も、あ、今390人ぐらい。ありがとうございます。見てくれ。あ、1万人。皆さんありがとうございます。サッカーやめたいと思うときありますか？最近はないっすね。あ、一回辞めたん、あの、高校を卒業して辞めて、大学行くときに辞めたんで、で、その後2年間、チャランポランな生活をしていて、3年目に、休学、大学休学したんですけど、それで最初は旅人になろうとしていて、なんかヒッチハイクとかで旅してたんですけど、その後、海外も、行きたいと思ってバイトしまくってた時に結局サッカーしたくなっちゃって、そこから社会人チーム入ってっていう感じです。なんでサッカーそこからはやめたくなったことないですね。藤田おめでとうございます。ありがとうございます。問います。旅人とか中田秀俊かよ。中田秀俊は好きですよ。ザブングルに似てますねは言わないでください。ああ、ワン東京に興味、本田圭佑さんのやつですね。なんか面白いとは思ってます。で、多分なんだっけ、本田さんの NowDo っていうサービス始まると思うんですけど、それ多分やります。ジルータイプですか？ああ、なのかもしれないですけど、多分。カッチカチは、カッチカチ言わないでください。食事制限しんどくないですか？そんなに僕は、なんか、慣れました。サッカー引退したら何しようと思ってますか？あ、飲食店、専属料理人か、自分で店出すか、それ以外にやりたいことが見つかったら、それやります。一日水どれぐらい飲みますか？冬はあんま、まあ半分、これ、半分ぐらいですかね。飲んで、もう本当は1日2リットルとか言うんですけど、ちょっとよく、そんなに飲めないんで、飲まない時もあります。ナイキの服ください。いや、これはお気に入りなんであげれません。ザブングルネタでいじられたことあるんですか？ありまくりですね。今後もルーティン動画お願いします。はい。なんか、あれなんですよね。飽きてきたっていう人と、あのままでいいんだよっていう人が結構いて、
まあ、多分続けます。佐藤コーチに教わってました。あ、剛くん。プロテインはやっぱり必要ですか？いや、足りてればいらない。タンパク質が足りてればいらないと思います。受験エピソード聞かせてください。一応スポーツ推薦だったので、受験勉強は してないですね。で、大学も指定校で入ったので、受験という受験はほぼしてないです。フォワードはやっぱりフィジカル重要ですかね。もうフィジカルはあった方がいいとは思います。すげえ英語のコメントが来てるけど、なんだかわからない。あ、1万人ありがとうございます。昼飯の動画、あ、昼飯というのは、いつも、あ、今度じゃあ、また1日の食事とか出してきますんで。あ、大戸屋行きました。あ、なんか、爆弾小鉢、僕納豆嫌いなんで食べれないんですよね。いや、納豆は本当は食べた方がいいんですけど、だ食べる人は食べた方がいいですよ。池田屋オープンまだ、まだです。応援してます。ありがとうございます。爪はどれぐらいの頻度で切ってますか？それ気になるんですか？追いつかない。支給されるもの、あ、地域リーグで。あ、でも練習着とかは、チームのものは基本的に支給してもらってます。支給というか、坊主姿みたいな、高校生以来やってないですね。今年は得点を狙いますか？もちろん頑張ります。あ、どれぐらい寝てますか？1日7時間半とかぐらいですかね。いや、そんな寝てないかもしれないです。パルセイロ知ってます？知ってますよ。チームメイトは見てるんですか？多分見てると思います。高校時代のサッカーの成績、高校の時は、高3の選手権は一次予選敗退です。夏にはもう終わってました。ああ、現役高校サッカー部。多分、高校生とかの方が絶対きつい走りしてると思うんで、皆さん頑張ってください。チームメイトの愛の言葉をどうぞ。なんかみんなすげえ協力してくれて嬉しいです。好きなキーパー誰ですか？キーパーはあんまり見ないんですけど。いや、ちょっとごめんなさい。あんまりわかんないです。サッカーはダゾーンで見るんですけど、選手はあんまり詳しくないです。
ケイさんの影響で料理動画を投稿することにしました。頑張ってください。天皇杯レイソルと当たってどうでしたか？ああ、その試合だけ僕出てなくて、めちゃくちゃ悔しかったですね。悔しいですはやらないですよ。免許取ったら試合見に行きたいと思ってます。ぜひ来てください。体作りはやめてクレアチンは必要かと思いますか？クレアチンは体作りというか、あれっすね。パワー、なんていうんですか、一瞬の力とか、一瞬のパワーを上げたいときに飲むといいって聞いたんですが、飲むと釣りやすくなったりするらしいんで、水をたくさん飲むといいらしいです。試合後はどうすればいいですか？試合後はとりあえず糖質取って、タンパク質取って、マッサージして、抗体浴して、ぐらいでいいと思います。ご飯意識始めました。ありがとうございます。地域リーグ観客何人ぐらい来ますか？去年は行って1000人ぐらいだったんで、もうちょっと入ってくれたら嬉しいので、皆さんぜひ来てください。フットサルはあんまりやらないです。オレンジジュース試合後に飲んだ方がいいですか？飲まないな、何も飲まないよりは飲んだ方がいいと思います。あ、今日のタイム、走り動画のタイム制限。最低1キロ4分。速い人はもうちょい速いです。ウィーレとフィファどっち派ですか？ウィーレしかやったことないですね。埼玉で試合やりますか？埼玉はない、今年はないかもしれない。あ、今日の動画は、広報の人に撮ってもらいました。あ、YouTube で何見てますか？結構いろいろ見てます。YouTube、テレビより YouTube 見るんで。誰だろう。登録してるのは、あ、那須選手も見ますし、中田敦彦も見ますし、あとなんか、ためになりそうなの、気まぐれクックとかも見ます。結構いろいろ見てます。やべ。チームのホームページの写真の感じとキャラが違う。どんな写真だと、写真写り悪いっていう声。好きな女優は？好きな女優。あ、女優かわかんないですけど、あれが好きです。あ、名前が出てこない。あ、名前が全然出てこない。あ、宇垣アナ好きです。キングヌー最近ハマってます、僕も。中学は、ジェフのジュニアユースでした。あの、小学校がピークですね、自分は。小学校で、割と、
小学校ピークで中学校、小学校ピークだったんで中学校一応ジェフには入れたんですが、そこでもう全然ダメでした。ジェフの習志野の方です、僕は。オルンガの八得点はえぐいっすよね。こんにちは、うがきです。池田くん頑張ってね。うがきアナが見てるみたいですね。使ってるインソール。インソール、昨日作ってきたんで、まだできないんですけど、できたら動画にしますんで、お待ちください。好きなサッカー選手は、オルンガです。試合行ったらサインくれますか？いくらでもします。野上拓也はうまいですよ。山岸選手は、山岸選手もうまいです。風格がありますね。スバシリのトレーニングどう思いますか？必要だとは思います。2月からネット環境か、携帯ドコモなのにソフトバンク光を使ってるっていう謎な行動をしてて、ちょうど、まあ、2年は使ったんで、解約月ということで解約しました。いつまで現役ですか？まあ、迷ってますというか、やれる限りやりたいですけど、ジュニア時代、ああ、ケントレ戦に、小学生の時はケントレ戦入ってました。50メートル何秒ですか？去年の夏ぐらいに測った時は、6秒2とかですかね。東南アジア挑戦しないですか？海外、面白そうだと思うんですが、まずは日本で今頑張りたいですかね。15分以上寝ちゃうんですが、どうすればいいですか？もう、次に予定を作らないと僕も寝ちゃうんで、むずいっすよね。来シーズン必ず見に行きます。今シーズン来てください。今シーズンのこと言ってくれてるのかな。仕事先がチームの紹介ですか。ああ、それに近いですね。早すぎて、はやぶさになった。あれ、オロチマルも見てます、YouTube。好きです。職についていつか意識高いですか。多分、社会人チーム入ってから、普通にやってたら無理だと思ったので、まあ、元から料理好きだったんで、やってたので、21、2ぐらいからは、胸肉、ブロッコリーは食べてました。ずっと。あ、フューチャーとディスライト見たい。なんかスパイク、すげえ人気っすね。これ去年買ったんですけど、まだ入ってないんですけど、DS ライトめっちゃ好きなんですけど、ちょっと壊れちゃうんですよね、すぐ。で、DS ライト。これこの前買ったやつです。一足はインソール作るので、そこに預けちゃってますけど、これもすごい履きやすいと思います。まだ、
実際履かないとやっぱ分かんないんですけど。うかいさんうまいですか？うかいさんロングスローがすごいですよ。あ、そう、ちょうど僕が買った時に黄色出ました。黄色出たっていうか、侍メガネです。なんか、よくコメントくれてるの見えますんで、ありがとうございます。筋肉作るのおすすめの料理を教えてください。料理か。まあ、胸肉を食べるといいです。けど、胸肉は料理じゃないんですよね。ゴール後のパフォーマンスは特にないですけど。悔しいですか？嬉しいです。黄色より青のがかっこいい。僕もそう思います。編集どれぐらいかかってますか？ものによるんですけど、早いやつは2時間ぐらい。長いのは5、6時間かかってます。体幹トレーニングしますか？家で。家ではしません。やばい。目が痛い。高校時代自主練どれぐらいしてましたか？自主練、まあちょいちょいはしてましたけど、そんなめちゃくちゃやってないですね。天然芝での膝で滑るパフォーマンス痛いですか？やったことないですけど、あれミスったら相当痛いと思います。オートミールは食べたことないんですよね。ちょっと気になってますけど。年収はやっぱみんな気になるんですね。動画編集スマホオンリーでやってます。でも本当目痛くなるんで、そろそろパソコンにしたいんですけど。あ、後ろの絵は、あれっすよね。これっすよね。これは、元チームにいたときに、なんか描いてくれてもらったんで飾ってます。その時は、ちなみに金髪だったので、髪が金髪ですね。リフティングできません。僕もそんなできないんで。安心してくださいっていうのはちょっと違うんですけど。来年 JFL 上がってほしい。頑張ります。ベンチプレスって必要ですか？うん、絶対ではないと思います。金髪姿みたいです。インスタ見れば載ってます。フォローしてください。ヤンキーだったんですね。ヤンキー。ヤンキーではないです。カロリーメイトっていいですか？カロリーメイトあんま良くないと思います。僕は。戦力外とかあるんですか？一応ありますね。デッドリフトは、なんか下手くそすぎてできないんですよね。ちゃんと教えてもらわないと多分、できないです。登録者1万人って自慢できることだよ。なんかあんま実感がないんですが、満足してたらここで終わってしまうので、謙虚に頑張ります。ベンツ買いましょうよ、サッカー選手。買えません。買いたいっす。車買い替えないんですか？いや、買えないっすね。
アクアが愛車です。ジフサポです。池田さん見に一杯行きますね。ありがとうございます。5万人行こうぜ。頑張ります。おすすめ漫画ありますか？もう鬼滅の刃ですね。クラブから給料はもらっています。試合中の応援聞こえるもんですか？聞こえますよ。宮迫さんとコラボしてください。絶対できないですよね。あ、サバ缶パスタの作り方はなんか動画に、ちょっと前に動画で出してるんで、気になったら見てみてください。10万人に行ったらしたいことありますか？したいことというよりは、まあ、人数よりも、あれですね、なんか、YouTube だけじゃなくて、実際に試合に来てくれる人とかが増えるのが一番嬉しいと思います。オフサイドって何ですか？難しいです。説明するの難しいです。寝る前のルーティーンは？寝る前は？カーテンを開けること。ユニフォーム売ってますか？ユニフォーム売ってると思います。筋トレって身長止まるの？多分関係ないと思います。得意なプレー何ですか？ヘディングです。J リーグチームだったらどこでプレーしたいですか？いや、まあ、できたらどこでもいいです。普段そんな喋らないんで、ちょっともう、この時間だけで喉が痛いんですけど。マーキュリアルは履いたことないですね。剥げてますか？いや、でも最近なんか薄くなってきた気がして。今何時ですか？今10時8分。あと7分で終わりにします。フィジカル上げるために何すればいいですか？筋トレ、食事、走り。金髪にしてみてください。いや、できません。次のライブ配信はいつ？全然決まってないんですが。やった方がいいですかね。あ、パク・イリュー選手すごいと思います。憧れますね。仲いいチームメイト。まあ、基本、タメは仲いいと思ってますが、どうですかね。欲しいスニーカーありますか？スニーカー好きなんで、めっちゃありますが、今月、はあんまりチェックしてないんですけど。抽選当てたいですね。そろそろ。見たい。コーヒーこぼした動画面白かったらもう一回お願いします。もう一回はできないですね、あれはもう。水泳得意ですか？全然泳げないです。
イニエスタです。どういうことだろう。ツイッターやってみたらどうですか。あ、ツイッターもやってます。あんま更新してないんですけど。サッカー、料理以外で好きなことは何ですかね。ゆっくりすること。すいません、つまんなくて。身長どうすれば伸びますか。身長伸ばす方法は分かんないですけど、なんかバスケット選手とかバレーボール選手が高いのはジャンプしまくってるからだなって思ってるので、ジャンプしまくってるといいと思います。東京の室谷に似てるって言われませんか。いや、初めて言われました。エプロン可愛かったです。あれ、マリメッコのエプロン、カフェのみんなお揃いでつけてます。時だよ。はい、どうも。那須選手とコラボしてください。できたらしたいですけど、やっぱお互いがウィンウィンな関係じゃないとダメだと思うので、僕がもっと頑張んないとダメだと思います。1日何食食べてますか。だいたい3から4ですね。おやつ入れて、おやつっていうか、そう、間に3時から4時ぐらいにちょっと食べます。J のトライアウト受けないの。トライアウトは、僕はいけないですね。今度は水こぼしてください。掃除が大変なので、こぼしません。やばいよ。見えない。マキヒカさんとコラボしてください。マキヒカも好きです。いわき FC どうでしたか。強かったです。スニーカー紹介。ああ、そんなめちゃくちゃいっぱい持ってるわけでもないんですが、ちょいちょい挟んでいきます。そしたら、そうそう、寝ましょう。もうね、そうですね、あともうちょっとで終わります。なんかコメント流れちゃって返信できなかったって人いたらすいません。僕もボンズ1から目指します。もっと J リーグ目指してください。嬉しいですけど。試合当時の動画が見たいです。できたら出したいと思ってますが、なんかやっぱいろいろそんな簡単にできるかわからないので確認しますんで、雰囲気西大吾選手も好きですね。エアポッツ持ってますか。持ってます。1個前のやつですけど、プロが欲しいですね。エアポッツプロ欲しいですね。個人契約してますか。特にないっす。ああ、すごい。目が寝てる、すいません。目が結構痛いんですね、これ。
明日、ブリオベッカーの試合ですか？いや、違います。すごい。お菓子食べますか？たまに食べますよ。谷口雄介選手も好きですから、大好きです。専属シェフなら誰になりたいですか？まあその時次第ですよね。アップライトロー知ってますか？なんか筋トレの名前ですか？怪我したいですか？したくないですよ。みんな関東リーグ見に来てね、ああいうこと言ってくれます。ありがとうございます。バンラーレ八戸知ってますよ。時間過ぎた。そうですね。もう明日も練習なので、今日はこれぐらいで、すいません。コメント返せなかった人ごめんなさい。多分またやるので、その時にお願いします。1万人、無事に超えましたので、ありがとうございました。おやすみなさい。